後半戦はリードオフとエルズのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは24番の小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーが務めます。さあエールズリターンに入ります。このキックオフ非常に絶妙なところに落ちまして、リターナー27番、なんとかそれを返しましたが、自陣20ヤード付近からの攻撃という形になります。エールズのリターナーは27番の佐川でした。手塚山大学出身。エールズ自陣20ヤードから、失礼しました、トライサーズ自陣20ヤードからファーストダウンテ、さあ中央へのランプレーから入りました。キャリア21番、中央突破しまして約3ヤードのゲイン。トライサーズ21番は木田、三田小生高校出身のプレイヤーです。トレイサーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣23ヤード。パス成功。ここでトライサーズはパスプレーに出まして、ワイドレシーバー18番キャッチしました。これにより約6ヤードのゲインとなっています。パスを取りましたワイドレシーバー18番は勝山、天理大学出身。トライサーズサードダウン残り1ヤード、ここでホイッスル。現在フィールド上に不必要な部材がありましたので、これを取り除きまして試合再開となります。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。スナップアウトの反則です。ファーストスタート。トライサーズ53番。オフェンスの反則です。フォルススタート。不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。これにより5ヤード抜体となります。トライサーズ5ヤード下がりまして、自陣24ヤードからサードダウン6。インターセプト。さらに行きます。まだ行く。ターンオーバー。トライサーズここでパスプレーに出ましたが、このパスを取りましたのはエールズの8番。大きくリターンしまして攻撃権ダッシュとなりました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトを決めましたのはエールズ8番の渡辺、広島大学出身のプレイヤーです。
現在フィールド上に負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。試合再開です。ヘールズ相手陣13ヤードからファーストダウン10。これはトレーサーズナイスディフェンス。ヘールズオプションプレーで右オープン展開を図りましたが、これをトライスターズ63番78番が素晴らしい対応をしまして約1ヤードロスに変えました。ヘールズトライスターズ63番は清原、愛知学院大学出身のプレイヤーです。ヘールズ相手陣16ヤードからセカンドダウン11。さあ今度は右オープンへのランプレーを展開しようとしました。これもヘールズ失礼しました、トライスターズ56番と63番が非常に素晴らしい対応しましてゲインを3ヤードにとどめています。56番は岡崎関西大学出身、63番は清原愛知学院大学出身。エールズサーダウン8、ボールオンは相手陣11ヤード。ここでクォーターバック4番パスに切り替えました。エンドゾーンに向けて投じたパスを取りましたのはエールズ19番、タッチダウンによりまして6点獲得です。見事タッチダウンを決めましたのはリードを得るほどエールズ19番のサコン、摂南大学出身のプレイヤーです。そしてトライフォーポイントもキッカー小林見事に決めまして1点追加、リードエフォートエールズ49点、トライスターズ0点となりました。後半最初のシリーズもリードエフォートエールズが得点する形で試合は幕を開けました。そのエールズのキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合は攻撃権は相手側に変わり、この場合はトライサーズ自陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。しかしキックオフが非常に絶妙でした。エンドゾーンに届くかどうか際どい非常に優れたキックオフを見せております。素晴らしいキックオフキッカーです。24番の小林、京都工芸繊維大学出身。さあそして攻撃はトライスターズに変わります。トライスターズ自陣25ヤードからファーストダウン10。ランプレーによるトップを図りました。キャリアは21番、
しかしこれもエールズディフェンス陣の壁が厚く、このランプレーによるゲインはなくノーゲインです。何枠木田、なんとかその足で打開を図りましたが、しかし獲得距離はありませんでした。セカンドダウンに変わります。トライスターズ自陣25ヤードからセカンドダウン10。クォーター69番オプションプレーで自らキープ、中央切り上がりまして約2ヤードのゲインに変えています。中央へのキープレーを決めましたのはクォーターバック19番の久保田、京都大学出身のプレイヤートライサーズサーダン8、ボールオンは自陣27ヤード。インターセプト、さらに行きます。ビッグプレー、ターンオーバー。ここでトライサーズはパスプレーに挑みましたが、このパスを取りましたのはエールズ3番大きくリターンしまして、この攻撃権ダッシュとしました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのはエールズの3番ミレ、摂南大学出身のプレイヤーです。これによりエールズ相手陣1ヤードからファーストダウン10となります。ファーストダウン2ゴールとなります。トライスターズナイスです。これを一気にランプレーで突破しようとしたエルズ、しかしこれを見計らいトライスターズ34番、56番が猛襲、約8ヤードロスという形に変えました。素晴らしいチャージを見せまして、このプレーを止めましたのはラインバッカー34番の伊橋、56番の岡島、素晴らしいディフェンスでした。エールズセカンドアンドゥーゴール、残り8ヤード。さあ今度はオプションプレーでエールズクォーターバック11番縦へ切り上がります。このランプレーにより約5ヤードのゲインとしています。走りましたクォーターバック11番は井原、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズサーダウン2ゴール残り3ヤード。ここでエールズはオプションプレーを敢行しましたが、これを見計らいトライサーズ78番、なんとこのオプションのピッチを叩き落としてファンブルとしました。そして自ら抑えて攻撃権をダッシュしました。トライサーズ攻撃権ダッシュでファーストダウン。素晴らしいディフェンスをトライサーズここで披露しました。窮地を救った78番のファインプレーを見ました。これが攻撃に生かせるでしょうか。トライスターズ自陣14ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。
トライスターズもここでビッグプレーを図りました。クォーターバック19番ロングパスを投じようとしましたが、このパスを取ったのはしかしエールズの21番インターセプトにより攻撃権交代となります。攻撃権移動となります。ターンオーバー。インターセプトしましたのはエールズの21番の選手です。素晴らしいプレーによりエールズ再びゴール前5ヤードからの攻撃を得ました。エールズファーストダウン2ゴール、残り5ヤード。タッチダウン。ここでエールズクォーターバック11番オプションプレーで今度は自らキープ、そのまま縦に切り上がりましてタッチダウンとしました。エールズ6点獲得。そしてキック決めまして1点追加。リードエフォートエールズ56点、トライスターズ0点となりました。しかしこの攻防、ゴール前攻防、非常に見応えのある戦いでした。そしてエールズのキックオフで試合再開となります。このキックオフは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。反則となります。この場合リターンチームはボールが出た位置から5ヤード前進しての攻撃か、あるいは5ヤード下がっての蹴り直しか、あるいは30ヤードの罰則としまして自陣に35ヤードからの攻撃のいずれかを選びます。キックアウトバーンリードエフォート35ヤードよりトライスターズファーストトライスターズ自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。さあこのキックオフの結果がトライスターズにとって打開点となるでしょうか。ボールオン自陣35ヤードからトライスターズファーストアウト。パス成功。クォーターバック55番ワイドレシーバー16番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。パスを通じましたクォーターバック55番は浅野、大阪体育大学出身。取りましたワイドレシーバー16番は藤川、関西学院大学出身。トライスターズセカンドダウン7、クォーターバック55番オプションプレーで自らキープを図りました。自ら体をねじ込みましたがゲイン1ヤードにとどまっています。トライスターズ自陣39ヤードからサードダウン6。パス不成功。ここでクォーターバック55番
左に走り抜けるワイドレシーバーへのパスを投じましたが、このパスはキャッチされず、パス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。トライスターズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。このバントはエールズ陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして、エールズ自陣28ヤードからのファーストダウン10。中央のランプレーから入りました。味方ブロッカーを生かすようにキャリア34番中央突破しまして、約3ヤードのゲイン。トライスターズディフェンス陣、ここに来てエールズの攻撃に対応できつつあるようです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして、リードエフォートエールズ56点、トライスターズ0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。